目の結膜の血管結膜の血管が充血した状態結膜とは、胸膜と眼鏡の内側を覆う膜である。肺細胞を含む、比較化重層扁平上皮と重層円柱上皮で構成されている。結膜は、粘液と類染より量は少ないながら、涙を生産することによって、目の機能を補助する。結膜は、目の中への微生物の侵入を防ぐ働きをし、 免疫監視機構に貢献する。解剖学的に、血膜は3つの部分に分けられる。血膜の近く神経支配は4つの部分に分かれる。血膜は散在する、杯細胞と一緒に、重層円中上皮と重層扁平の両方によって構成されている。上皮層は、血管、繊維組織、リンパ管を含む。血膜中の類線が、 涙における水分を定期的に生産する。血膜表皮にある細胞にはメラニン細胞やリンパ球がある。血膜と角膜の障害には共通する病気がある。目の表面は特に敏感な器官のために感染、化学刺激、アレルギーやドライアイ等にさらされやすい。血膜は感染や自己免疫反応から炎症を起こす。よく知られているものに、 結膜炎と流行り目が挙げられる。結膜の刺激は、気発性有機化合物による露光角からドライアイを含む広範囲な理由によって引き起こされる。レプトスピラによる感染で引き起こされる、レプトスピラ症により、結膜を赤くさせ、結膜不腫や、浸出液が出ない発石が顕著に現れる。年齢により、結膜は胸膜によって、伸縮と死管を起こし、 結膜師寛症として知られているような、結膜を覆うような状態になる。結膜は、良性、全眼状態、悪性の腫瘍に侵されることがある。ありがとうございます。